僕のキャリーケースはなんと2個もあります。こんなでかいの2個あります。でも1つはちょっと少なめに、ちょっと空っぽめで来てます。なんか荷物増えそうだったんで。でも結構パンパンで、もうめっちゃ重かったですね。そうだ、これちょっと特殊かもな。風船買ったんですよね最近。なぜかっていうと、発声の練習でめっちゃ風船が良くて毎日膨らましてます。あとはまあ本はあとこれ以外にもあるんだけど、今めっちゃ読んでるのは、これは多分前にも紹介したことある、でも見せたことないのかな、あの韓国語の先生にもらった寝る前にいつも読んでるお気に入りの本です。サラメマルトムンアンタカプゲドセルカチョロンポトシャビアンデヨ半分寝れてみょんゆっくりバックルスが없어요。人の言葉は惜しくも、あのセルカみたいにフォトショップがで直すことができません。一回出した言葉は綺麗に変えることはできませんよっていう、そういう本とか、これ今お気に入りの香水です。寝る前もつけたり、ちょっと気分変えたい時とか、普段もそうだけど、めっちゃいい匂いです。ヒノキの匂い。僕の荷物はこんな感じです。他にもまあ日用品とかいっぱいあるけど、そこら辺はまあご想像にお任せします。じゃあ次の人。